吉田さん、おはようございます。好きな時に好きなことをやる、まさに YouTuber ですね。 YouTuber として何もやらないってことは唯一許されないことだと思います。 YouTuber として情報発信しないってことは唯一やっちゃダメなことだと思います。でもいつやってもいいってことは、それはまあ言えますよね。まあさすがにね、 YouTube をコンテンツ提供を生業としているものがコンテンツの提供ができなくなると、これはですね、アパレルの店が服を仕入れてない、ディスプレイしてないのと同じ状態ですから、これはダメですね。飲食店が食べ物を、ね、仕入れてないのと同じですから。ですからそれできないんですけども、ほとんどの方は YouTuber を目指すのに YouTube としてそのコンテンツ提供するのをためらってしまいますよね。じゃあこれで商売にならないわけですよ。だって会社員になったのに会社に出勤するのが嫌みたいなね、せっかく自分で選んでこの会社に勤めるんだと思ってね、一生懸命面接通ったのに行くのが嫌、上司が嫌い、部下が面倒くさい、これじゃやってられないですよね。だからね、苦痛とともに仕事をするといいますか、自分の時間やね、自分の苦痛を引き換えに、それと引き換えに、時間や苦痛と引き換えにお金をもらう時代は終わったんですよ。強制労働の時代は終わって、これからは好きなことをどんどん繰り返してさらに得意になってくると。で、好きなことを得意として暮らしてるわけですから、ストレスがないと、まあそういうふうな暮らしにどんどんシフトしていくんじゃないかなと思います。もうね、好きなことがない人は別に何もやらなくていいのかなと思うんですよ。だって生命っていうのは嫌なことをやるようにはできてないと思うんですよね。嫌なことをたくさんやると、生命力なくなって死んでしまうと、自死してしまうということもありますんでね。でも毎日好きなことがあって明日も楽しくって、どうやって自殺するんですかということですよね。それこそね、不治の病にかかっても絶対生き抜いてやるってエネルギーが出てくると思うんですよ。でもね、面白いことがないと、もういいやと、もう疲れた、生きるのも大変だになっちゃうんですよね。なんででしょうかね。人っていうのは同じ時間を過ごしていて、同じこの環境にいて、受け取り方が違ってくるというのは、もうまさにね、受信力なんですよ。受信力っていうのは事実をどの角度で受け取るかっていうふうなね、この角度のつけ方が上手ってことなんですよね、きっとね。まっすぐ受け取ったら不快のものも、裏側に入ってみると張りぼてだったみたいなね、やらせだったみたいなことが分かるとか、まあ、昔ガチンコっていう番組がありましたけども、あれはまっすぐ見るとね、ものすごくね、燃えてきて面白いんですよね。でも裏側を回るとやらせがあったりとかして、なんだってなっちゃいます。いやでもね、なんだじゃなくて、いや、やらせってことはね、もう本当にすごい、創作物で人の気持ちをここまで盛り上げるんだったら本当すごいよなと。考えてみればシルベスター・スタローのロッキーも全部やらせだよなと。やらせなのに、まるでロッキーがフィラデルフィアにいるかのような、そんな錯覚を覚えるよねと。もはやね、武田鉄矢が歩いてても金八先生って言っちゃうよねってことなんですよ。そのぐらいやらせというかね、創作の力ってすごいと思うんですよ。まあですんでね、 YouTube でネタに詰まった方はぜひね、創作活動してみてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ人を傷つけるような嘘は良くないですよね。儲かりました、この商材で月収100万ですとか言ってね、違ったみたいなね、そんな詐欺はダメですけども、やっぱり人の気持ちを幸せにするとか、人の気持ちをね、盛り立てていくとか、だからそういうのを提供できるといいんじゃないかなと思います。まあ私もね、今日ね、 YouTube を通じていろんな方を励ますために動画作っていきたいなって気持ちもあるんですよ。まあそれすらね、不確定なこととか、まあ政治家がよく言いますけども、家庭の質問には答えられないじゃないですけども、家庭のことをしちゃダメなんだったら本当に世の中楽しくないですよね。明日晴れになったらどうするみたいな、晴れになったらピクニック行きたいよねって、それだけでも人は楽しくなるわけですからね。君に彼女ができたらどうするって言ったら、いや彼女ができたらね、もうこんなことしてあげたいし、こんなことしてもらいたいよねみたいなね、楽しくなると思うんですよ。まあそういったものをね、こういった YouTube で発信できればなと思います。まあ吉田さんがね、将来40歳になってどんな未来を抱えていくのかっていうのもちょっと想像すると面白いかなと思いますよね。想像することもね、あると思いますけども、なかなか未来っていうのは、黄金色に満ちてるんじゃないですかね。そしてそんな未来を掴むためにも、やっぱね、コンテンツ提供し続けないとなっていうふうなエネルギーに変わってきます。いってらっしゃい。